イズ防災ゼミナー、さあ始まりました、はい、さあ私たち、うん、今どこにいるでしょうか。いきなりですか。はい、もう何が起こるか分かりませんよ、油断しないでください、はいはい、はい、どうぞ。宮崎県庁。宮崎県庁、はい、お水です。あ、お水か、お水ですね、ちょっと違うのか。はいはいはい、一回でいいです。トナミ君、宮崎県防災庁舎、うん、正解です。正解でございます、はい、こちら宮崎県防災庁舎はですね、はい、県民の生命と財産を守るために2020年7月に完成いたしました、で、大規模な自然災害などが発生した時に宮崎県が関係機関と連携をしながら災害対応を行うのがこの庁舎内にあるここ、危機管理防災センターということでございます。防災というと一番のアイテムは何だと思いますか。そうです、ヘルメットなんですね。答えさせてください。こちら今日はね、はい、お二人にも特別にヘルメット準備しておりますので、嬉しい、ね、ちょっと味わってみてください、はい、味わうもんなんですか、はい、ヘルメット味わってみてください。こんな感じなんですね、ヘルメットって。そうなんですよ、はい、いや、かぶったことあるでしょ。いいです、カリメロみたいで。カリメロって白尾さん似合ってますね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。 お父さんにすごく似てらっしゃいますなんか。それはもう前から言われてることがいいんです、ということでね、そんなね、危機管理の意識が足りないお二人のためにこの場を設けさせていただいておりますんで、はい、今日はかなり学んでいっていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。でね、あの近年、まあ、大きな風水以外の被害が日本各地で起こっておりますので、まあ、いざという時のために正しい知識を準備して慌てないようにしてください。よろしいですか。はい、はい、確認させてください。もう一度よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。もう一度言わせてください。はい、はい、もういいでしょ。はい、一回でいいんだから。じゃあね、まずは、はい、自分の命を守る行動、はい、避難、うん、でございますけれども、ね、こちらについていくつか問題を出していきたいと思いますが、はい、避難というのは、難を避けるということでございますけれども、はい、これをしっかり頭に入れておいてください、はい、では、問題を聞いてみましょう。皆さん、防災の準備は万全ですか。防災クエストの黒木リズムです。もしも災害に見舞われた時、皆さんはどこにどのように避難するか決めていますか。住んでいる建物や場所、災害が起きた時など一人一人状況は違うとは思いますが、避難場所は次の4つになるケースが多いと思います。1つ目は避難所、2つ目は親戚や知人のお家、3つ目は車の中、4つ目は自宅や勤務先です。普段からどこに避難するか検討しておくことが重要なのですが、さてここで問題です。災害が起きる前にどこが危険でどこが被害に遭いやすいのかを知るにはどうすればいいでしょうか。さあ、それでは、手元のパネルに答えをお書いてください。はい、ね、ちょっと難しかったかな。ちょっと1問目から難しいですね。あの皆さん、あの問題の意味というのは大体分かりましたかね。意味は分かってます。分かりました。一応あの説明しますけれども、はい、災害が起こる前ではどこが浸水しやすいとか土砂崩れの恐れがあるとかというふうにね、まあ、どこにあるか分からないわけでしょ、はい、でしょ。でそれをどうやって調べるんだろう、どうやって調べたらいいのかな。どこ見てるということなんですよ。できた、出しますか。はい、はい、じゃあ、はい、どっち、ハザードマップで確認する。でもこれはもう当たり前のことでしょ。ハザードマップで確認するです。なるほどですね。それや、はい、はい、じゃあ佐藤君いきましょうか。はい、僕は、はい、役所で聞く。なるほど。いや正直この、はい、ハザードマップかなとは思ったんですけど、うんうん、ちょっと名前が出てこなくて。ハザードマップという名前がね。あ、なるほど。でまあ役所で聞いてもその危機管理課みたいなのあるじゃないですか。そこで聞いてもいいのかなと思って。なるほどですね、はいはい、さあそれではこの中に正解があるのでしょうか。はい、正解はハザードマップで確認するです。ハザードマップは自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所、避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のことで、市町村で配布されています。またハザードマップポータルサイトで確認することもできます。
洪水や土砂災害、津波などの恐れがある場所が分かるだけでなく、避難所なども記されているので、今のうちにどこへ、どのように避難するか家族で決めておきましょう。さあということで、正解はハザードマップを見るということで、はい、ありがとうございます。正解でございました。順調にクエストをクリアしていきます、はい、そして、はい、しっかり覚えておいてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは次の問題に行きたいと思います。はい、ハザードマップを見ながら、うん、避難場所そして避難経路は決めました。はい、はい、ではどのタイミングで避難をすればいいのかということを考えていきましょう。雨が強くなってきたな。大丈夫かな、そろそろ避難した方がいいのかな。いやまだ大丈夫なんじゃないかしらと不安になる人も多いんじゃないでしょうか。そんな時参考になるのが気象庁が出している気象情報や市町村からの避難情報です。現在災害発生の危険度と取るべき避難行動を直感的に理解できるよう警戒レベルでも表すようになっています。ご覧の通りレベル1の早期注意情報からレベル5の緊急安全確保まで警戒レベルは全部で5段階あるんですが、ここで問題です。危険な場所からの全員避難はどの警戒レベルまでにすればよいのでしょうか。はい、うん、ということで、はい、全員、うん、必ず避難すべきなのはレベル1なのか、はい、2,3,4,5 までなのかというのが問題でございます。答えをお書きください。さあ、もちろんですね、はい、まあ、各々の判断で早めの避難というのが必要でございますので、はい、まあ、レベル何が出るまで避難していいというわけではございません。はい、シローさん、はい、こっちですよ、カメラ、こっちですよ。じゃあ答えをぜひ書いてくださ い。お願いします。できました。はい、佐藤君からいきますか。はい、大丈夫ですか。ちょっとすいません、何書いてないんですか。いや後ろ行ってたから注意してたら、僕はうろちょろしますからね。ちゃんと考えてくださいよ。はい、はい、じゃあ佐藤君の答えいきましょう。はい、はい、僕はレベル4の避難指示だと思います。避難指示、はい、どうしてそう思ったんですか。やっぱレベル3が高齢者等の避難ってなってたんで、まあ、全員逃げるのはその次の段階のレベル4なんじゃないかなと思いました。ほう、ちゃんと考えてらっしゃるんですね。いや考えてますよ。素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあトナミ君の答えをお願いします。はい、僕はレベル5だと思います。はい、うん、レベル5は緊急安全確保でございますけれども、はいはい、これなんでこういうの。これはもうシローさんの口調でレーン必ずって言ってたんで、はい、もうそれ強いレベル5なのかなって思いました。私のヒントでちょっと気づいてしまったですか。はいはい、ヒント気づきましたよ。さあそれでは答えは何なのかVTR ご覧いただきましょう。答えは警戒レベル4避難指示です。このように警戒レベルによって住民が取るべき行動が示されています。避難の遅れは命を危険にさらします。早め早めの避難が必要なので、警戒レベル4避難指示までに危険な場所から全員避難するようにしましょう。大切なのは正しい避難情報を得ることです。スマホによる SNS などは災害発生時の連絡や情報発信、情報収集などに大きな役割を果たす反面、デマなどの誤った情報の課題も抱えています。テレビやラジオなど公共機関が発表する正しい情報を得て、正しい避難行動を取りましょう。さあ、ということで警戒レベル4、避難指示までには危険な場所から全員避難が答えでございました、はい、ということで佐藤君正解でございます。やったー、バンザーイバンザーイ。こっちですよ。あ、逆に。そうですよ。でも嬉しいな、はい、引っかかりましたね。いや、シローさんのあの口調でトラップだったんですね。そうですよ、何が起こるか分かりませんからね。ということで警戒レベル5の、はい、こちらね、緊急安全確保は、まあ、すでに災害が発生しておりますのでね、はい、安全な避難ができない時に自分の身を守る行動を取るということで、この発令を待ってはいけないということでございます。はい、シロさん、あの、はい、前避難勧告ってありませんでした。避難勧告、はい、
覚えてないですね。いやあったと思うけどな。あったんですよ。そうなんですよ。2021年にですね、はい、避難勧告そして避難準備、うん、などはですね廃止されておりまして、今は、今のようにこれシンプルに分かりやすくなったということでございます。なるほど、確かに分かりやすいですね。覚えておいていただきたいと思います、うん、さあそれでは次の問題に行ってみましょう。避難する時の服装ですが、怪我から守るため夏でも長袖、長ズボン、長靴ではなく底の厚いスニーカーにしましょう。そして特に地震の時はヘルメットや防災頭巾などで頭を保護しましょうね。よし、さあ避難しなきゃ。待てよ、災害時持ち出し袋どこに行ったっけ。っていうかそもそもどんな袋に入れてたっけ。いやでもなるでしょ。ここで問題です。災害時非常用持ち出しの入れ物として一番いいと思うものは何でしょうか。そして家のどこに置いておくのが良いでしょうか。ね、自分で用意したいものを忘れるなんていうのなかなかやばいんじゃないかなと思いますけれども、問題は非常用の持ち出しの入れ物は何が一番いいのか、はい、そして、それを家のどこに置いておくのがいいのかということでございますね。じゃあ答えを書いてください、はい、お願いいたします。もう珍解答とかいらないですからねもう普通に書いてくださいね。さ、入れ物って、はい、どう書けばいいんですか。入れ物、はい、どう書いていいかということですか、はい、これはねですね、あの風呂敷とか、うん、あのまあ、あのハンドバッグとかボストンバッグとか、はい、ちょっとあの形とかが分かりやすいもの、あ、ね、まあ、そんな難しく考えなくて。分かりました、はい、ちょっと風呂敷っていう発想なかったんですけど。なかったですか。結構意外なものの可能性もあるんですか、はい、いや、ないですよね。誰に聞いてんのそんな結構定番の簡単なもの。そうです、そうです、はいはい、手に入りやすいものでありますかね。はいはい、もうなるほど、はい、はい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 、ですか。お、なんか真剣にちょっと悩んでらっしゃるんかな。いや、ね、真剣なやつなんで。いやいや、で徐々にやっぱヘルメットも合ってきましたもんね。ありがとうございます。二人ともヘルメットがあると考えれますね、いろいろ防災について。そう、頭も持ってますからね、はい、そうですね、はい、じゃあよろしいでしょうか、はい、じゃあ答えを見せてください。はい、はい、はい、じゃあまずは、佐藤君からいきましょうか。僕はあの旅行用のアタッシュケース、あのガラガラガラっていうやつ、はいはい、なんでですか。やっぱりあの災害とか起こった時って濡れたり破けたりとかすると思うんですよ、うんうん、はいはいはい、だから結構頑丈めなアタッシュケースで、うんうん、まあ、すぐ持ち運びできるように玄関近くに置いとくのがいいんじゃないかなと。なるほど、思いました。なるほどね、はい、ちゃんと理由はありますね、はい、そりゃそうよじゃあ、トラミ君の答えは、はい、でちょっとのリュックので台所と、はいはい、あの一応ですねこれ県のやつなんですよ、はい、だからそのメーカー名とか出されると、はい、若干ちょっと、あ、そうなんですか、うん、接しにくくなっちゃうな。あ、でも自分がいつも使ってるやつなんで、うん、県の方たちもちょっと苦笑いされてる感じです。すいません、これはちょっと P とかを、はい、入れておいていただきたいと思います、まあ、登山みたいなリュックですね、普通のリュック、まあ、リュックですね、はい、そうですね。で台所はこれはやっぱりあの、はい、そういう災害時に非常食とか必要と思うんで、うん、はいはい、台所に置いていればパッとバーって詰め込めるんで、うん、台所がいいのかなと思ったんですけど。なるほどですね、はい、さあこの中に正解はあるんでしょうか。 VTR 見てみましょう。どこ見てるんですか。非常用持ち出し用として最適な入れ物、答えはリュックサックです。よっしゃ。避難するときは動きやすいように、また両手が使える方がいいので背中に背負えるリュックサックが最適っていうわけですね。そしてリュックはすぐに持ち出せるよう出口に近い場所、玄関などに置いておくのが良いでしょう。もし自宅が被害に遭って非常用持ち出し袋が取り出せなくなったときのために、車のトランクや外の物置など様々な場所にも置いておければより安心ですね。また保管場所は家族全員が把握しておきましょう。それでは慌てず騒がず早めの避難。さあということで答えはですね、うん、はいはい、非常用持ち出しに最適なリュックサック、はい、はい、そしてそのリュックを置いておくのに最適な場所は
玄関、はい、玄関ということでお互い半分ずつの正解でございましたけれども、一、はい、つちょっと大きな問題がございまして、しま、はい、佐藤君玄関の関という字がもう玄間になってますので、あのこれどうなんですか、これは佐藤家では玄間って言って、はい、言わないです一般的には。ここ今3階ですけど、あなた2階に下がります。なんで間違ったら下がっていくシステムになってますんで、ということで、まあ、お互いに半分ずつ正解と、なるほど、いうことでございますね。で今回はですね、はい、災害時の命を守る行動、まあ、避難について、うん、まあ、一緒に考えてみましたけれども、もう大丈夫ですよね、うん、結構詳しくなったと思います、ね、はい、お二人もあの逃げ足なんか非常に速そうです、ね、いやいやそれは安心かなということですでも城さんどうなんですか、逃げ足ですか、もうめちゃくちゃ速いです、早いんかい、めちゃめちゃ速いです、びっくりするぐらいです、速いですね、引くぐらい速いです、見てみたいなそうなったらということですね、はい、はい、城さん、あ、なんですか、あの最後の非常用の持ち出しのリュックなんですけど、はい、そのリュックの中には何を備蓄すればいいんですか、うん、おー、なるほどですね、台本通り素晴らしいですいや言わんで、言わんでください、もしもの時のこの備蓄、はい、出てきましたけれども、はい、この続き後編でご紹介していきますんで、まだ続きがあるんですね、そうですよ、まだまだ撮影長いですよ、はい、でね、あんま言わないでよ、ということで、命を守る行動の手助けになる情報を次回もお届けいたしますので、ぜひご覧ください、はい、それでは最後に、うん、避難とは難を避けること、それではまた、それではまた。